こんにちは、ヤロです。今日もですね、将棋坊主実況やっていきたいと思うんですけれども、今はですね、私の達成率がですね、まあ、なんだかんだいろいろありまして、0% でございます。あのね、ちょうど 0%。マジで、この試合で負けたら、降級かもしれません。まあ、でも厳密に言うと、将棋坊主って、0% になっても、何試合か負け続けないと、降級にならないんですよ。なのでそういう意味ではまだ若干余裕があるのかもしれないんですけど、さっきの試合でちょっと負けちゃって、で今達成率が、リアル 0% でございます。 0.0% っていうことですね。なのでこの試合はまあお相手が3級っていうことなんですけど、3級と勝負するっていうこと以上の異様なプレッシャーの中で今戦っています。だから将棋いつもね楽しくやっていきましょうみたいな話をしてるんですけど、ちょっと楽しくないですね今ね。やばいやべえとしか考えてないです。これマジで負けたら、3級に負けると要は達成率めっちゃ持ってかれるんですよ。鬼のように持ってかれるから、まあこれでね、角銀交換して駒得になってるのはいいとしてですね、鬼のように、持っていかれるんで、まあまずそこがですね、ちょっと、恐ろしいというか、怖すぎですね。ちょっと、一体この勝負どうなっていくのか、私にはですね、もうほんとなんか今ね、神様に祈るような気持ちで、試合をしているっていう感じでございます。さあ、これで、まあ、銀取っていって、で、歩で取ってくるんだね。なるほどね。で、僕がここでやりたいのは、1回の、まあ、でもここ1回軽く銀打ちしときますか。銀打ちしといて、まあ、逃げといてもらって、で、これ引けないのか。引けないから、まあ、ここにちょっと角打ちして、はい、飛車にちょっと逃げてもらいつつ、いや、ちょっとしまったな。ちょっとやりたい手が別にあったんですけど、あ、そこに逃げてくれるんだったらラッキーですね。はい、この桂馬を今度は、取りに行きたいと思います。さあ、これで飛車が走ってくる、飛車がどこに回ってくるっていう話なんですけど、まあそこに回ってくるのは別に特に問題ないんで、一回桂馬を回収しておいて、問題ないよね。何も問題ないよね。何一つ問題ないはずなんで、まあこの、あれですか、歩を回収してくるぐらいですか。まあ歩を打ってくるっていうのは確かにあるか。2分、うん、あるね、確かにね。さあこれで飛車交換、これで飛車交換になる。これは一回角で取っておきましょう。はい、いやー、これはなんか思った以上にちょっと厳しい勝負になってきてますね。はい、交換してきましたね。で、まあ、飛車を打ってくるの、角を打ってくる。角を打ってくるのに対しては、さすがに一回引いとくしかなくって、で、銀を打ってくる。で、これもちろん逃げ道がないんで、そうですね。で、これは、はい、先に、逃げておかないと死んでしまうんで、で、相手の持ち駒がまあ金だけなんで、まあ、そこまで恐るるに足らずと。いうところでは、あります。で、これ一回、馬で、王様の筋に、ね、当てといて、まあ、次これ銀、まっすぐ立って、王手銀取りに、しておきたいと思います。まあ、王手ですね、これ、普通に。さあ、これで、あ、それ金取ってくるんだ。金取ってくるんだったら一回、はい。1分30秒。で、ここにも銀打たしてもらって、まあ、逃げてもらって大丈夫ですよっていう感じですね、これはね。さあどうなるのか、この勝負。さあ、なんか銀打ってきました。銀打ってきたけど、まあ一応金打っとけば問題ないし、はい、これ問題ないね。問題ないよね。はい、これ問題ないっす。はい、これ歩で取っときましょう。歩で取っといて、次歩成りで空き王手で、勝負が決まると思います。まあ、決まんないけどね。ここになんか合駒してくる、から。だからまあ合駒してきたら、ここに金ぶち込みですね、今度は。はい。合駒に対しては、これは金を、ぶち込みます。はい。銀じゃなくて金がいいんじゃないかなと思いました。はい。で、相手のね、駒もだんだん削られてきてるんで、まあ、ただ、ちょっとこっちの持ち駒に金がなくなってるっていうのが若干怖くって、そこだけですね、今、怖いのは。
さあ今日できたけど、金取っといて、さあ今日で来るのちょっとめんどいな、今日で来るのめんどいが、1回飛車で王手しておきましょう。で、まあ、これで、これ銀打っといて、馬取ってもらっても問題ないですよーで、はい、これで済みだと思います。ありがとうございました。というわけで、無事にですね、達成率 0% から、脱出できたんじゃないかなと思います。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。はい、というわけでですね、今日ももう一試合やっていきたいと思います。お相手1級の方ですね、4-3戦法ということでですね、まあ、得意戦法が初段なので、まあ、実質初段の方だなというふうに思いつつですね、やっていきたいと思います。まあ、今回の試合はですね、今達成率が私がですね、非常に低くって、まあ、0% 台、なんですよ。なので、この勝負で勝たないと、本当に高級が見えてくるっていう状態、が、続いております。先ほども言いました通りでございますが。まあ、なので、ちょっとですね、この試合、しっかり勝っていきたいなというふうに、思っております。まあ、この歩をまず交換しておいて、ですね、まあ、棒銀で、ちょっと行きたいと思うんですけれども、まあ、なんか相手が、ちょっかい出してくるので、まあ、仕方なくですね、ちょっと、まあ、歩をついておきまして、で、この歩ついてきたら、今度これ、まあ、銀引くしかないのか、これ歩ついたらね、銀が浮いちゃうもんね。そうだよね。なので、こうしておいて、はい、これで取っておいて、で、一回引いておきたいと思います。ここかな。さあ、こっから何かやばい筋があるかどうか。まあ、この歩のプレゼントはありがたく受け取っておきまして、さあ、銀もう一回上がっていきたいと思います。で、できれば、角までプレッシャーをかけていきたいなというふうには思ってはいるんですけど、まあ、一回ここに歩打っておくのもいいかもしれないですね。はい。で、ここ一回飛車上がっといて、はい、こっからですね。勝負はこっからって感じですね。まあ、銀が上がってくると、飛車に当たってくると、まあでも問題ないから、一回王様囲っておきたいと思います。はい、これ引いておいて。で、まあ、どっち取っていただいてもいいですよと。ただね、歩がね、ちょっと浮くのが、若干瑕疵になるかっていう話か。まあ、でも問題なくって。まあ、銀打つのもちょっと嫌なんで、まあ、金上がっておいて、角が出てきたら歩打っておきたいと思います。まあ、この歩もちょっともったいないんですけどね。もったいないけど、まあ、打っておきましょう。で、次のプランは、ここへの銀打ちでからの歩打ちで棒銀決めていこうっていう話なんですけど、棒銀は決めさせてもらえないと。棒銀決めさせてもらえないけど、実は、ですね、これが王手になるんですよね。はい、王手になって、で、こっちまで行くかっていうのはさすがにないから、まあ、一回引いておいて、で、時間的には、若干負けてます。はい。数秒負けてますね。まあ、ここの頭に銀打って相手を困らせるみたいな手はあるかもしれないですね、なんか。でも、その後の銀の使い道っていうのがちょっとよくわかんなくなってくるんで、まあ、それもちょっとなんとも言えないし、まあ、ちょっと膠着状態が続いてるという感じでしょうか。まあ、なんかね、ちょっともう今達成率がマジでないんで、時間稼ぎでも何でもしたいなっていう気持ちなんですよね、自分的には。まあこれ一回銀打っておいて角引いてくるじゃないですか。まあ角引いてきて、こっち睨んでくるんですけど、まあ一歩手に入れといて、まあ歩持ってる分にはですね、歩はいくらあってもいいから、で、まあ一回、歩、これ打っといて、これ銀挟みしてくるつもり満々ですね。銀挟みしてくるつもり満々なんで、銀挟み満に対して、ですね、に対して一回歩打ちますね、これね。一回歩打って、歩なって、なっての、さらにここに拠点作っといて、で、銀上がっていきますか。これ銀上がるメリットある？銀上がるメリットあるかな？わかんない。上がるメリットあるかわかんないけど、まあ、やりたいのはもうここ歩打ち。で、角なっての、もうゴリゴリでいきたいと思います。まあ、金をね、もう、切っちゃおうっていう話ですね。
だからまあここにもしかしたら歩打ってくるかもしれないんですけど、まあだとしたらまあここに歩打って、はい、ちょっと体勢を良くし悪くしておきたいと思います。相手の体勢をね。さあでこれは一回ここに歩打っておきましょう。でまあなんかここの辺のね歩ついていって、もうここの勝負行きたいと思うんですよ。で角が出てこようがなんだろうがもう知りませんと、この強者はもう上げるつもりでやっていこうと思います。でこの歩の拠点をねちょっと取られるのだけはなんか尺だなとは思うんですけど、まあまあいいでしょう。さあ銀なんか今銀取られた、あれ銀取られなかった、今銀取られたよね、あれ銀取られた今、なんで今そんなことになったの。いやもうこれあれ、ちょっと待ってちょっと考えよう。一回冷静になろう。一回冷静になって僕たちの今後の人生のことについて考えましょう。まあまだ残り30秒ぐらいしか時間がまあないので、まあはっきり言ってまあいくらでもですね勝負の仕方っていうのはあると思うんですよ。まだ諦めるような時間じゃないし慌てるような時間じゃないから、まあこの試合の中でまあ自分たちが、何を示せるのかっていうことを、はい、チーム一丸となってですね考えていきたいっていうのが僕たち甲子園チーム の純粋な思いかななんていうふうには、思っております。はい、まあこれ、まあ、ならずで入っちゃったんですけどごめんなさい、これ、マジで間違えました。普通に間違えた。でこれ金金銀銀か、あ金金銀か、20秒でこれなるじゃないですか。で残り6秒で詰まされる可能性あるね。でこれねもうね達成率がないからマジで私はねなりふり構わないですよ。なりふり構わないっていうことの意味はこういうことですね。はい、こういうことです。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。もうこれは本当にもう達成率がやばいんですいませんで、本当申し訳ないけどちょっとこういう形にさせていただきました。それではですねよろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。